リュブリナ空港は、スロベニア共和国の首都リュブリアナにある空港であり、アドリア航空の本拠地である。政治家、ヨジェプチニクを記念して、リュブリナヨジェプチニク空港とも称する。1963年12月24日に開港。1964年1月9日から、定期便の就航が始まった。ジョット航空がベオグラードとの間に週1便、ドブロブニクへは、 週3便、ロンドンへは週1便であり、イネックス・アドリア航空は、ベオグラードとアルジェとの間に2週間に1便の運航を行った。1965年、フライトの申請手続きが簡素化され、観光客が大幅に増加し、チャーター便が多数就航した。この年、15社の外資系航空会社が同空港に就航し、 翌年の1966年には26社に増加した。1968年、観光業の競争が激化した。同空港は観光地から離れすぎているため、運営者がプーラ空港の運営を引き継いだ。そのため、チャータービンの大半がプーラ空港に就航し、同空港の就航数は前年と比較して半減した。この年の終わり、 ジョット航空はダグラス DC-3 により、ベオグラード・リブリアナ・ミュンヘン間、さらにベオグラード・リブリアナ・チューリッヒ間の貨物便が設定された。この2つ路線の最終目的地であるミュンヘンとチューリッヒは、太陽横断貨物輸送における、超約地点であり、自国の製品が輸出可能従来よりも短時間で輸出可能となり、スロベニア経済にとって有利なこととなった。 1971年6月、ルフトハンザ航空はボーイング737によるフランクフルトへの定期貨物便を週1便開設し、海上コンテナとパレットの輸送を開始した。同空港はパレットの貨物を受け取り発送のできる、この地域の空港としては最初の空港だった。1973年、滑走路を拡張しタクシーの通行道を2200メートルに、 延長した後、6月にアメリカのトランスインターナショナルエアラインズのマクドネルダグラス DC-10 が就航した。1974年、ザグレブ空港の便が移管されたことにより、航空機発着数と乗客ほぼ倍増した。1978年6月30日の夜、1年以上の間にわたって、真夜中に行われていた改修工事の完成のために閉鎖された。 改修には滑走路を最新の基準に対応して現在の滑走路の同等の規模に拡張することやターミナル等の建物の改装、電力供給の改善や景気着陸装置をカテゴリー2の基準を満たすように言った。この間、航空便はマリーボルト、プーラに大陸横断路線はザグレブに目的地を変更した。 回収により、経由なしで大陸横断路線の運行が可能になった。12月20日には、ジョット航空側、DC-10 によるニューヨーク線の運行が開始された。1979年、前年の回収や滑走路の拡張により、ILS のカテゴリー2を取得した。1987年、国内線の航空券が非常に安価な価格で販売されたため、 航空旅客数が886,248人を記録した。この年の旅客数を上回ることは1999年までなかった。1991年、スロベニアが独立すると、本国の中心の空港になった。だが、10日間戦争の影響により、6月26日には、スロベニアの空域が封鎖され、空港も閉鎖された。この影響により、 9月中旬になると航空便がクラーゲンフルト空港に目的地を一時的に変更し1992年2月まで閉鎖されたその間ターミナルの復旧などが行われることになった1992年から1993年にかけてターミナルの拡張工事が行われ4000平方メートルから6000平方メートルに拡張され 当時最先端の精密アプローチレーダーが設置されることになった。1999年1月、停止定での運用のためにカテゴリーフィブを取得した。2001年、航空業界にとって良い年ではなかったが、同空港にも影響を与えた。旅客数は1995年以来の減少となった。2002年、中央ヨーロッパ各国の首脳会談が行われた。 際に利用した。2007年6月、リブラナ空港は、同国の政治家である、ヨジェプチニクにちなみリブラナヨジェプチニク空港に、改名された。2008年3月に、宣言協定内の路線における出入国審査が廃止された。2009年のリーマンショックにより、旅客数が激減したにもかかわらず、エアロドロームリブラナは、改修工事から撤退しなかった。 2013年スロベニア政府はエアロドロームリブラナを国営企業とし民営化のための手続きを開始した。スロベニア賠償基金はスロベニアの法廷代理人としてエアロドロームリブラナの株主と共同で会社の株式資本の73.34%を構成する株式の売却に関する協約に署名した。2014年運営者であったエアロドロームリブラナを ドイツの空港運営会社であるフラポートに売却したことで9月に全株式の75.5%を購入する契約を締結した2019年12月現在ありがとうございます